本日は、脳を活性化させる6つの食べ物を紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。集中力ってどんな場面でも必要になってくるかなと思うんですけれども、例えばトレーニング中もそうですし、勉強あるいは仕事中、日常生活の様々な場面で集中力が必要なシーンというのはあるかなと思います。そんな時に集中力を高めて作業の効率を高めたりとか、仕事の効率を高めたりとか、そういったところにサポートするための栄養素が実はあります。今回は脳の働きと食べ物の関係について詳しくお話しできたらなと思います。まず1つ目、ブドウ糖を多く含む食べ物になります。食材でいうとどんなものなのかというと、駄菓子であるラムネ、バナナ、そういった食材に含まれているブドウ糖がまず第一におすすめしたい栄養素の1つです。これなぜなのかというと、疲れた時に甘いもの食べたくなるなっていうシーンよくあると思うんですけれども、体が糖分を欲している状態の1つのサインというふうに考えていただいて構いません。ご飯とか食べて糖質を体に取り入れた後は、体内でブドウ糖という糖に分解されて体のエネルギー源になります。この分解された形のブドウ糖は脳の唯一のエネルギー源となる栄養素です。ブドウ糖がしっかり十分に取れていないと、自分の持っている力を脳が発揮できないということで、なんとなく疲れたなっていう感じになったりだとか、だるい感じの症状が見られることがあります。脳のエネルギー源としてブドウ糖はしっかり取っていただきたい栄養素の1つです。2つ目の栄養素、ビタミン B1 を多く含む食材をしっかり摂りましょうというところになります。ビタミン B1 はどういった働きをしているかというと、簡単に言うと糖質の代謝に関わる栄養素です。食材から摂った糖質を体の中で分解して代謝してエネルギー源に変えるためには、その栄養素だけではなくて補酵素と呼ばれるビタミンとかが必要になってくるわけなんですけれども、糖質の代謝に一番深く関わっているのがビタミン B1 と呼ばれるビタミンです。これはどんな食材に多く含まれるかというと、お蕎麦とか玄米とかライ麦パンとか、そういった茶色い主食、あとは豚肉なんかに多く含まれている栄養素です。普段食べてる白米、食パンを食べてらっしゃる方は玄米に変えてみるとか、ライ麦パン変えてみるとか、工夫してみていただくだけでもビタミン B1 しっかり取れるようになりますので、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。3つ目の食材はビタミン B6 を多く含む食材です。ビタミン B6 というのは神経伝達物質と呼ばれる、脳に体を動かすための指令を出す物質なんですけれども、この合成に関わる栄養素です。あとはドーパミンとかアドレナリン、あとはよく聞くと思うんですけども、ギャバというような脳内ホルモンの合成時に必要になってきたりもするので、脳がスムーズに働くためには必要不可欠な栄養素になります。これはどんな食材によく含まれているのかというと、鶏のささみ肉だったりとか、レバー、マグロの赤身なんかに多く含まれています。4つ目の栄養素はですね、カフェインです。カフェインには脳の神経を興奮させて眠気を防いだりとか、疲労感を抑えるような覚醒作用を持った栄養素です。どんな食材に多く含まれているのかというと、コーヒーとかココアとかチョコレートとか紅茶なんかに多く含まれている栄養素です。市販で販売されているミルクの成分が多い甘いチョコレートではあまりちょっと効果が期待できませんので、カカオの含有量が 80% 以上のものを選んでいただくのがおすすめです。食べる目安としては1個ずつ個包装になっているチョコレート、それをだいたい5個くらい食べるのがおすすめの量の目安になりますので、ぜひ取り入れてみてください。ただカフェインは飲みすぎると中毒性のある栄養素になってくるので、飲みすぎには注意していただきたいなと思っています。目安としては1日 400mg 以内が理想というふうに言われています。インスタントコーヒー、マグカップ2杯と半分ぐらいが1日の量の目安になってきますので、脳をシャキッとさせるためにはすごく有効な栄養素なんですけれども、飲みすぎには気をつけていただきたいなと思います。5つ目の食材はですね、大豆製品になります。大豆レシチンと呼ばれる栄養素が多く含まれていることが理由です。大豆レシチンには記憶力や集中力を高める効果があるというふうに言われています。大豆レシチンが脳の血流を良くして脳の細胞を活性化させるというのが、大豆レシチンが脳に与える良い影響というふうに言われていますので、大豆レシチンが多く含まれている大豆の製品をおすすめしたいなと思います。大豆製品には非必須アミノ酸の一つである
チロシンと呼ばれるアミノ酸を豊富に含んでいます。チロシンというのはノルアドレナリンなどの神経伝達物質の材料となるアミノ酸になります。なので神経伝達物質があると脳への指令がスムーズに伝達されるので脳を活性化する栄養素の一つとして挙げさせていただきました。6つ目の栄養素はですね DHA になります。魚を食べる子は頭がいいみたいなよく聞いたことがあるかなと思うんですが、それってあながち嘘ではなくて青魚に多く含まれている DHA オメガ3脂肪酸と呼ばれる脂肪酸の一種にはなるんですけれども、これには記憶力を高めたりだとか認知機能の向上に良い影響を与えるという研究結果が出ています。 DHA は脳の血流を改善して脳の細胞を活性化させたりだとか脳の神経細胞に情報の伝達をスムーズにするというような働きがあります。脳の血の巡りが良くなることで脳が元気に働きますし、その細胞が活性化すると情報の伝達がスムーズに行えるというところで記憶力の向上だったり認知機能に良い影響を与えるというふうに言われている理由になります。なので DHA を多く含んでいる青い魚、サバとかイワシとかサンマといったお魚をですね日頃の食事にぜひ取り入れていただきたいなと思います。サバ缶とかが調理の手間も少ないので取り入れやすいかなと思いますので、ぜひ積極的に取っていただきたい食材の一つです。ではここまで6つの栄養素お話ししてきたんですけれども、もう一つですねなくてはならないものがあります。それは水です。脳はだいたい 80% ぐらいが水分でできているというふうに言われていますので、私たち人間の体もそうですし、植物とかとも同じように水分がしっかり足りていないと脳もしっかり働いてくれません。脳は水が足りなくなってくると脱水の症状というのも出やすい期間というふうに言われています。水分が十分に行き渡っていないと頭がぼーっとしたりだとか頭が重くなったりとか活力が出ないみたいなそういった症状が出ることがあります。なのでここまでお話しした栄養素はもちろんなんですけれども、これからだんだん気温も上がってきて水分摂取特に重要になってくるので、脳のためにも体のためにも水分の補給心がけていただきたいなと思います。では本日は脳の働きを高める食材をご紹介させていただきました。ぜひ日頃の食事に取り入れてみてください。ではこの動画が参考になったよという方はグッドボタン押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。